皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回はシチズンシップ教育の3回目、海外のシチズンシップ教育、社会との接点についてお話しします。参考文献ウェブサイトはこちらになっております。海外におけるシチズンシップ教育、今回は社会との接点を実際に持っていくという実践例についてお話しします。トーリーアカデミーというですね、イギリスの例なんですけども、中等教育における実践ということで、中学校から高校にかけての実践とお考えください。ここで特徴的なのは手紙を書く活動をやっていると、この相手は首相だったり国会議員だったり地方議会だったりするわけですね。自分たちが関心を持った福祉とか環境、地域課題についての意見とか要望を、手紙にしたためて実際に出すということです。で、例えばですね、セーブ・ザ・チルドレンというのがあるんですけど、ウェブで調査して、要望書を書いて、そして国会議員から実際に返事があったそうですね。それに対してまたお礼の手紙を書くと。で、実際にこういうような活動が国会とか G8 などでも取り上げられています。また、他の例として、野宿しながら募金活動する団体があるそうなんですが、こういった活動にですね、実際に参加してみると。まず参加許可を教師から取らなくてはいけません。そして校内にポスターを作って、参加を呼びかけます。で、付き添いに大人が行ったりとかですね、送迎バスの手配もしなければいけませんし、段ボール、これで寝床を作って朝まで過ごすという活動を実際にやってみますと。そうすると何がわかるかというと、ホームレスの人の状況とか、気持ちを実際にこう体験して理解することができますと。そうするとですね、この場合は食料が与えられるわけなんですけども、実際のホームレスは食べたり食べれなかったりということがあるわけですので、そういった気持ちを理解したりできるということですね。身の回りの世界のことに関心を向けたり、自分たちで何ができるかを考えたり、またその行動計画を立てる、実際に実行したり評価したり、こういった社会との接点をきちんと取りながらシチズンシップ教育が行われています。フィンランドの政治参加についても触れたいと思うんですが、これは私が現地で聞いた話なんですけど、フィンランドでは夕方からが地方議会になっています。地方の議員というのはボランティアベースで、もちろん報酬は出るんですが、職業としての議員ではありません。そこで仕事が終わる夕方からですね、議会がスタートするわけです。で、子どもが議会に招かれたりとか、子どもができることは子どもに決めてもらって実行してもらう。例えば公園整備事業があったとしたら、計画を作ってもらったり、あるいは実際にその公園を工事をするときにですね、ペンキ塗りなどをボランティアでやってもらったりと、そういうところで小さいうちからですね、社会参加で政治を身近にしてもらって、そして自分の力が社会を変えるという意識づけをすると。またこういったことが家庭でですね、お話があるので、政治のことを親子で話したりと、こういう機会が増加するという効果があるそうです。それからこれはですね、オランダのピースフルコミュニティという活動なんですけど、学校や地域社会をどのような場所にしたいかというものを批判ではなくてですね、願いで語ると。例えばワークショップのようなもので、赤ちゃんの写真がですね、たくさん貼ってあって、その写真を見ながら、この子たちが大きくなるときにどういう地域にしたいかということを語り合うような、願いで語ると。そして共通の認識で、目指す社会を、見ていくというか、そういう活動をします。大人も子どもも居心地がいい安心安全な環境というのはどういうものかというものを対話でですね、探っていくという試みになります。今回はシチズンシップ教育の3回目、海外のシチズンシップ教育、社会との接点についてお話ししました。